今回紹介する商品はこちらではなくてこちらドーンインタ36053それでは開封していきますレッツゴーほら行くぞーおっとあ早く紹介したい早く開封したいどうして俺はいつもこんな時であーっとブーブーブーおーよし頑張れみんなが待ってるんだいけ黄金の左だーダメだスタッフさん今だ男を見せるのは今なんだカメラさんこんなツバこの中に綺麗にアクセサリーが入ってるまずはカメラ本体簡易クリップ軸ペンダントフロントスタンド USB ケーブルアクションポット付属してる商品は全部でこんな感じシリカゲールシリカゲル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 シリカゲル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 シリカゲル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 ゲルゲルゲルシリカゲルシリカゲル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 シリカゲルシリカゲルシリカゲル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 シリカゲルシリカゲル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 シリカ怒られんじゃねえかこれそれでは小型軽量ならではの撮影に行ってみましょうこの磁気ペンダントを首からぶら下げてシャツの中に入れてカメラをパチン軽量小型だからできる芸当だじゃあどんだけ軽いのってじゃーん 36g じゃあ 36g ってどれぐらいの軽さよって大きめのスプーンキャットフード1杯分サイズ感はこんな感じよカリンちゃんのバコリに入るぐらいの小ささそれでいて45分間撮影することができるさらにこいつとくっつければ170分間撮影することができるんだぜもしこのインスタ36053じゃなかったとしたらこれで撮影できますかって話ほらほらなんか元気ないじゃんどうもスタッフさんですこんなことも余裕でできちゃうそれでは早速お胸からのアングルの映像を見てみましょうまずはこれでしょうやっぱりなんといっても飼い主目線から見れるってところがいいですよねみんなの憧れのカリンちゃんの顎をゴショゴショしてる映像みんなも手を伸ばした状態で見てごらんなさいどうあなたもカリンちゃんの顎をゴショゴショしてるような気持ちになるでしょうそれでは続いて SNS をなりわいにしている私ならではの映像このように撮影風景を映せるっていうところも面白いですよねうわカリンちゃんこれかっこよく撮っておくれよ続いても憧れの映像お胸にカメラをつけるとこんな撮影もできますそう2人だけのメリーゴーランドこんな感じで撮影しております猫の飼い主さんは皆さんやりたいんじゃないでしょうかねいいでしょ続いてはこの簡易クリップに本体をマグネットでパチンそして帽子に取り付けてそれでは撮影してみましょうさっきと違ってお胸にカメラをつけてないのでこんなアングルをすることができますどうですか皆さん憧れのチャイちゃんを抱っこしてるようなそんな気持ちになりませんか皆さんのそんな憧れは私は毎日やっておりますね、いいでしょ続いては裏が粘着になってるピボットテーブルテーブルじゃねえやスタンドこのスタンドの頭にカシャッと本体をつけますこれをまた軽いからできる芸当だ大きかったら重くて落ちちゃいますからねさあそれではどんなアングルだこれも普段見ることのできないアングル天井から見るコマネチ天井にカメラを設置してもアクションポットで遠隔操作やモニターすることができますそしてそのアクションポットのモニターをグイン、グインそうするとどうでしょうカリンちゃんが自撮りすることができますさてクイックボタンを押して撮影メニューを変えてみようタイムラプス撮影公式サイトではこんな動画撮れますよって紹介してますチャイちゃんにこんな動画撮れないかなって相談したらひたすらソファーを揉むというモミラプスまあこれはこれで可愛くていいですけどねそういえばですねこの後に超使った爪研ぎソファーをノコギリで解体して捨てるという映像も撮ってましたこっちの方がタイムラプスとしては面白い映像になりましたねサクサクノコギリで爪研ぎが切れてる様子がめちゃくちゃ気持ちいいねいいでしょさあ何が始まるんでしょうかおっとカメラの入った器にお水をジャブジャブ入れ始めたカメラは大丈夫なんでしょうかノンノンノン大丈夫なんですなんとこのカメラ5メーター防水がついてしかも頑丈おーっと早速カリンちゃんが寄ってきましたよ一体何をするつもりなんでしょうかおーっとお水をメロンメロン飲み始めました別アングルの映像です何も気にせず飲んでおります猫好きのあなたならあなたの愛病のお水を飲んでいる映像を見てみたいですよねこれを見てしまったらもうより可愛くて可愛くて仕方ないのでありますねいいでしょ続いてはスローモーション見てくださいこの映像チュールを舌でお口の中に運んでいく様子がはっきりと映っておりますそしてこちらの映像を見てくださいチュールの側面を舌を転がしてうまく舐めておりますそしてこちらのカリンちゃんの映像チュールを舐めるんじゃなく噛んでおりますなんて下手くそなチュールの食べ方なんだ最後は2人でチュールを食べ合うところを見て癒されましょう続いてのスローモーションはこちらアラブルチャイちゃんのスローモーションあなたはチャイに食べられる運命なんだろうね、ね、
いいでしょ。続いてはタイムシフト。公式のサイトではこんな動画が撮れますよって載ってました。またチャイちゃんに相談したら、抱っこして家の中歩き回ればって言われたのでやってみました。これ一体どうなんですかね、こう家の中っていうこの規模の小ささ機能の無駄遣い感が否めないですねまあこれはこれでいいでしょ。続いてはマイクの性能を確認してみましょう。ルン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 、ほいお茶いの中からガベラ、洋服の中ダイナマイト超えてデンジャラス、デデンジャラス。いいでしょいいでしょ、なかなかクリアでしょ。だいたいカメラをギターにつけると音が割れてしまうことがあるんですよね。なんとコースリーは2つの内蔵マイクを備えており、鮮明でクリアで没入感のあるサウンドを録音することができます。会う日の時までファイファイね、いいでしょ。続いては HDR 写真。まずは見てください、このお写真。室内が結構暗かったのにこんなに雰囲気のある綺麗な写真を撮ることができました。インスタ36053やるじゃんね、いいでしょ。続いては予約動画。設定した時間で録画することができます。朝日の撮影をしたいけど眠くて起きられないとかね。僕はご飯が出てくる時に合わせて予約してみました。あー、ご飯がマダガスカル。あー、やっと出てきた。カツオの風味が効いてて、何度食べても美味しいね、いいでしょ。そして次は自動編集。撮影した動画を選ぶだけで自動的に編集してくれます。インスタ36053いかがでしたでしょうか。過去にアクションカメラはいくつか使ったことはあるのですが、ここまで小型軽量で自由が利くアクションカメラは初めてでした。特にいいなと思った機能がフリーフレーム動画という撮影モードで、撮影後に縦動画と横動画を後から選ぶことができます。なので YouTube 動画用とショート動画用の動画を2本撮影しないでも1回の録画で補えちゃいます。あともう一つは小型軽量なので猫の首輪に53をつけることができます。しかも超強力な手ブレ補正と水平を維持して撮影してくれるので、普段猫ちゃんがどんな景色を見ているのかリアルに感じることができます。シャイちゃんもやってくれたので歌の後にその動画見てもらいたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。猫ちゃんが上を向いてる、かわいい。あれ、首にカメラを取り付けられた。珍しくいい子だね。あれ、この映像は猫ちゃんのアングル。飼い主を目で追ってる。奥にイケメンの猫ちゃんがいるね。いい子だね。猫ちゃんが走ってきた。何か始まるのかな。だるまのぬいぐるみ、このおもちゃが好きなのかな。あ、さっきの猫ちゃんが狙ってる。近くで見るとよりイケメンだね。あ、逃げた。痴漢でもされたのかしら。自意識過剰だね。さっきの猫ちゃんが独り占めしてる。遊んでるところもよく見てるんだね。意外と他の猫ちゃんのことも関心があるみたい。あれ、反対向いた。挙動不審だね。また飼い主さんが来たよね。また何か出してきたみたい。難しそうなおもちゃだけど、これで遊ぶのかな。
触った。すごい興味があるみたい。次は変わった猫じゃらし。わ、すごい速い動き。おデブなのによく動くね。一通り遊んだみたい。わ、すごい毛づくろいしてる時の映像だ。最後にイケメン猫の登場でお別れだね。